メイソン・トニー・マウントは、イングランド・ポーツマス出身のサッカー選手。チェルシー FC 所属。イングランド代表。ポジションは MF。2005年、6歳で、チェルシー FC のアカデミーに入団。2017年8月26日、レンタル先のフィテッセで、プロデビュー。開幕からしばらくは、ベンチスタートが続いたが、11月の下旬からスタメンに定着。 フテスセでは公式戦39試合13得点を記録し、クラブの年間 MVP に選出された。2019年8月11日、開幕戦のマンチェスターユナイテッド戦で復帰した、チェルシーで、プレミアリーグデビューを果たした。次節8月18日、レスターシティ FC 戦で、初ゴールを決めた。2020から21シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ。 準々決勝の FC ポルト戦のファーストレグでチャンピオンズリーグ初ゴールを決めた。準決勝のレアルマドリード戦のセカンドレグでも1ゴールを挙げて決勝進出に貢献すると決勝のマンチェスター式戦でも先発出場、ハフェルツの決勝ゴールをアシストする活躍で優勝に貢献した。各年代でイングランド代表に選ばれている。 2017年の UEFAU-19 欧州選手権では優勝に貢献し大会 MVP に選ばれた。2019年9月7日の UEFAU ロ2024戦ブルガリア戦で A 代表デビューを果たした11月17日の UEFAU ロ2024戦コソボ戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。